まずはバファローズの先発宮城が京セラドームのマウンドに上がります。さあマリーンズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。バッターは荻野、はい、さあゲームが始まろうとしています。初球はボールになりました。よく見ましたね。ボール先行です。いいコースだったんですけどね。はい、低めわずかに外れてボール、ストライクが入りません。ここは1球見ました。スライダー決まりました。フルカウントになっています。インコース詰まりました。若月が抑えています。ワンアウト。バッターは2番に入っている中村。宮城まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました。ショート取った。ツーアウトになりました。ヒットでランナーを一塁に置いています。最初は変化球できました。次は甘くなると持っていかれますから低めが無難でしょうね。なるほど、そういった攻め方をして。打ちました。紅林一塁送球します。一塁アウト、スリーアウトです。ランナー出ましたがマリーンズ得点には至りませんでした。